オッケー。え、さかさか、さかさかさくらでツイートした方がいいじゃん。あ、もうツイートできないんです。聞いてください皆さん、ツイートしようとしたらなんか申し訳ありませんがポスト投稿できませんって出ました。時間の無駄になるからもう始めとこ。なんか弥生っぽい声聞こえたくない？ダメなんですよ私も。乗っ取られたの？いや電波でも普通に計測とか見える。なんでなの？ツイートだけができる。なんだって。待って、これ挟まってない。やばい、スマホが挟まってない。やばい、ショールームの価格最悪。何してんの？2回連続 B2 お茶漬け弁当。お茶漬け。あ、来た。あ、来た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 。サカサカアイオンです。サカサカアイオンです。あ、後で行きます。すいません、行きますか？あ、やばい、同時に始めちゃった。すいません。あ、ティッシュ買いこっかな。もう左行ける？あれやん、あやか。ごめん。あさ、うん、似合ってさくらさんみたいにさ、うん、ティッシュ欲しい。下からさ、うん、回収したらいいやん。マッサージされながらあの穴の下に置いてさ。え、ああこれ確かに。でもお茶漬けも食べたいからお茶漬け穴から食べながらショールーム配信。多分その穴にブチってついて、うん、みんな何？いただきます。鮭茶漬け。鮭茶漬け。明太子の人おる？あ、いや、明太子。おぉ、明太子しかなかった。情報で喋りになりました。寒くないです。あの、衣装に、衣装着てるから汚しちゃダメやから。え、これ上に着てます。え、これはねー。あ、縦にしたらいいか。はぁ、うわぁ、いやもうダメかも。なんで？みやたん元気出して。もう無理。もう無理かも。みやたんなら大丈夫だよ。おはようございます。みやたんなら大丈夫だよ。無理かも。なんで？無理かも。みやたんがネガティブモード入った。みやたんを励ましましょう。みんな衣装から衣装に着替えました。私は着替えるっていう行為がめっちゃ嫌いなので、もう衣装から衣装に着替えます。いつも着替えるとこ行ってないの？もうできない。ジャージに着替えました。弥生はもういつもは衣装やねんけど、うん、今日はちょっとゆっくりしたくて、うん、ちょっと時間あったから。弥生もね、もう一回一回休憩しないと無理ですね。弥生はいつも着替えないと、うん、確かに、そのイメージ。一回休みたい。このはやかはなんでかいつも時間ないから、うん、そうだね。あやかはいつも時間ない。え、あやかマジなんでかいつも時間ない。ないつもさ、うん、人の3倍ぐらい遅いのよ。え、そう。え、なのにいつもギリギリなの。え、優しい。あやか毎回食べてるで。食べながら配信してんのに、いや、謝ってる。えらい。こんにちは。猫ちゃんです。猫ちゃんたちです。近重さんがお茶漬け食べてるって言ってる。そりゃ買ってきてくださったのがお茶漬けやから。ありがとう。お茶漬けとこぼした冷やし中華。冷やし中華始めました。え、まあ、もうそのさ、うん、歌さかかってさ、うん、ちょっと嫌やった。え、あ、やっぱ怖すぎやろ。やばい、かわいい。こうやったってことが嫌やった。かわいい。なんかまこに嫌がられてるし、あやかこぼしてるし。もう大変たらあらしない。今日は4人でお揃いの髪の毛しました。あやかを真ん中に置かん方がいい。なんで？よく喋るから。よく食べるから。よく喋るから。いいやん。え、だって無言配信4人で。4人で無言はシュールすぎね。顔だけを見せようのかい。あ、いいよ。じゃあ顔だけ。じゃあ弥生のカラオケ配信しよう、うん、歌とって。ご飯中の歌ってわかんない。厳しい。厳しい。黙食。黙食します。でもなんか勝手にさ、食べてる時無言になっちゃう。なんかさ、うん、ご飯中に歌ったらあかんでって言ってる人がさ、うん、食べながらさ、いつもさ見て、歯に見てついた、いい手で見せてきてるんだよ。いや、それはしょうがないこと。一番キモい、それは。なんでやろ。
歯をご飯中に見せてくるのはキモい。なんで歯に挟まったの見せてくるのはちょっと嫌や。ブーイング殺到。うん。皆さんは許せますかそれ。なんかお米さ硬い。足りてないんじゃん、レンチンかな。何分した？1分半600ワット。え、いけるよ。入れてるかな。潰したら。そうする。多分おにぎりのやつだから。かな。固まってただっけ。おにぎりだからか。うん、確かに今気づいた。うん。ここはさ。うん。今喋ってたからさ、喋ってたしさ、うん、いろんな人映してるけど、いや自分しか映してないから、ただのさ、無言でご飯食べてる。さあ、家のさ、垂れ流してた。みさき一人しか映って、あ、でもまさか片耳だけ映ってる。無言でご飯食べる弥生を垂れ流してしまっていました。いいよ、可愛いから。ゲホゲホ。ゲホゲホ。ゲホゲホとか言ってもらってて。無理がある、無理がある。ちょっと無理がある。だって席でそうゲホゲホって感じだった今。ゲホゲホ。はあ。うまいですね。昔前に売ってんのこのお茶漬け。そうなの？めっちゃいいやん。めっちゃさ、うん、普段の会話みたいな。まあ、ほんまにびっくりしたんよ。で坂田は表記見てる。コメントで高島屋でご飯食べて、このご飯お茶漬け買って食べたけど美味しかった。うん。え、結構いい値段するから。そうなん。近重さん奮発してくれてるのいつも。じゃあ。近重さん。近重さん。最近うどん来てないって寂しいな。うん。あの唐揚げ食べたいな。なあ唐揚げ食べたい。うん。でも唐揚げゆうみさんいないと。確かに。え、そうやで。うん。N またいたときにナンバーワングランプリ覚えてる？うんうん、なんかファッションショーの時、ああ夏、うん、あの時にミニライブ一緒に出て、うん、まあこれ唐揚げが置いてあって、うん、ここで、うん、こっちも食べって言って、うん、食べさせてくれたの？うん、だって、うん、前のさ N の時さしょっちゅう唐揚げあってんけど二箱。確かにゆうみさんと公園出た時はだいたい唐揚げあったイメージ。ゆうみさんがチキチキ唐揚げ食べたいですって言ってる。チコシグさん赤たんからの誕生日プレゼントは靴下です。全然ちゃん話始まった。コメントこれは凍ったイチゴです。中に練乳が入ってる。ん、凍ったイチゴ覚悟できんかった。まあ、いいか。また買ってきてくれたね。イチゴ、え、近重さん、優しい、優しい、優しげさんすぎ、それは優しげさん、優しげさん、お寿司食べれないの、お寿司食べれないのは弥生とまこです。美咲も、え、美咲も無理やったの、うん、え、だから絶対海鮮のあるとこに行かへんで。でもクラは行く。クラめっちゃ行くんだ、うちら。なんでなん、サイドが美味しい、うん、オニオンリングめっちゃ美味しい。あれ寿司屋行ったなら寿司食べなさいよ。あ、天むすめっちゃ美味しい。エビ天のなやつで、なんか海苔があってその上にシャリが乗ってね、うん、でここにエビが乗ってて、そのとこ上になんかカニのみたいな、うん、タルタルみたいな。最新で言っていいか分からんけどさ、うん、前それ食べた時めっちゃエビちっちゃかった、うん、絶対か、でも値上げしてた。絶対ダメ、今の絶対ダメ。事実や、違反やから。一生 CM できんね、うん、宣言撤回しとく。いや別に、あそこは曲げんのや。別に帰ろって言ってないよ。悲しかった話。悲しかったんだ。おもろ。あ、たまたまですかね。うん、まあ、そういう時もあるよ。エビにも個体差あるからさ。確かに。いつもちっちゃいわけじゃない。10人トイロって感じ。うん。まあでも。その時お腹いっぱいやったから、ああ、まあ、ちょうどよかった。彩香は中トロにハマってます最近。中トロ食べたい。マグロの中トロ、うん、うまい、ほんまに。ええもん食べてますね、桜田さん。そんなことないです。そう、2個も取ってきたんですよ。お寿司食べたい。羨ましいだろ。でもさ、中トロってちょっと奮発してな無理やん。好きです、ありがとう、うん、眠そう顔。お腹いっぱいになったから余計やん。うん、すやー。
と溶けてて美味しい。弥生がずっとアイドルしてる。こっち立てる。こっちはこっち立てないやスマホこんな風にあるんや、うん、近重さんってさ絶対ショールームしとるさメンバーにちょっとちょっかいかけたいよな。あやかもめっちゃ前やけどさショールームやめながらさ映りたいよな。だってなお弁当食べとったのな出たがりやな。えこうやって来とってなんかさえ指さしてなちょっと聞いてほんまに、こうやってなこうやってとほんまに聞いてほしい。あやかショールームしながらお弁当食べとった近重さんがなんで戻るのってな、ね、いやあやかのお弁当させて野菜残してるって言ってさって言ってなバザバザなんかさ近重さんさ二人で誰かとツーショット撮ってる時もちょっと後ろにうっとってさなんか探したふりしてくるしさ映りたいんや絶対。声の髪型はまだ決まってないです。かわいい川重さんすぎる。夜の髪の毛何にしよう。森髪とかどう体育祭、うん、入んねんだよ帽子に。およよりそうや帽子の存在を忘れてるんですよねやっぱり。どっかのさ曲中で帽子投げるっていうのどう。どういうこと。奇跡冷めてきたお茶漬け。えこんぐらいにしよっかな前髪。うんかわいい。ちょっとナスビみたいやからやめる。どういうこと。何ってこと。ハチワレ。ハチワレ懐かしいそれ、うん、えなんかそれでハチワレみたいな話せんかったっけ、うん、な怒られた。えあほらそうや8割が伝わらんくって懐かしい。あ怒られた。ちい顔が伝わらへんかった。猫猫の8割の話をしてたんやけどやるわ。でも今の笑顔8割猫や今ほんまや8割猫や8割猫や今たま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 。でも今のさ時代で8割っつったらさやっぱアニメの方出ちゃうよね。ちいかわシリーズのね。でもダンスの先生には伝わってて猫好きやから。猫好きやから先生が猫好きで伝わってめっちゃかばってくれる、うん、先生優しすぎる。味方優しい。うんまっ警察に来ました。寒い急に寒い、うん、寒いよ、うん、寒い冬やばいもん。やばい。これ着てるぐらいがちょうどいいんちゃう。え、今ちょうどいい。うん、眠さい。入れて。あ、やめろよ。急に寒くなったんや。完食。人んちで。やよ。はい。やよです。そう、今やよさ全然近く過敏じゃないのに今一瞬近く過敏になった。冷たすぎて。治るん近く過敏って。うん。うん、え？近く過敏って何体質あれって何年近く過敏にどうやったら治るん。え、もともとあ、違うあ、違う人な、うん、あ、そうや、アイス食べんの早いこの人。あ、そうやくっつきすぎやろみんなヤヨのことが好きやからヤカの配信コメント欄ヤヨばっかちょっと映ってるし配信今日勝てばいけるよ。おお、頑張れ本当にキラ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 なんで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 キラ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 。おいしょ。おいしかったです。おいしかったです。お茶漬けマジでおいしい。ゆうは猫舌。え、全然。え、弥生は、うん、あの猫舌なんじゃなくて、うん、神経が届いてないだけ、うんあ、やけどしてるのに、うん、気づいてない。そうでも確か熱々のお茶とか結構普通の勢いでいかん気づいてないだけやねん。人より慎重じゃないよな。熱いのめっちゃ得意な。冷たいのも得意。冷たいのも得意やし敵よな。敵やんクマになってきてる。あ、ほんまや。なんか見て、美咲左右差やばくない。飾りで抑えられとったから。ほんまややばい。やばい。こっち向いて。あ、うまや。あ、こっちやばい。やばくない。耳ちっちゃい。ちゃ飾りで抑えてたから。リスみたいになってる。やっぱ AV 系さ、系強いからさ。これクマじゃん。こっち向いて、美咲。ほら。ほら。わ、ちっちゃい。これクマクマクマ。クマや。ランキングはクマってかリスみたい。13位、ゆいさん、ありがとうございます。おしゃれじゃない。ありがとうございます。おしゃれレコーさん、ありがとうございます。10位炭酸せんべいさんありがとうございます。9位ケン内崎さんありがとうございます。さあ弥生さんありがとうございます。あ、わかる。まさやさんありがとうございます。スマホー。ルローさんありがとうございます。
ボイダーさん、ありがとうございます。ヨンレモン78さん、ありがとうございます。じゃあ次、あやかいくよ。ヒッチッチさん、ありがとうございます。ヨンのアイシャドウとカルポーズさん、あやかの方が先に配信始めた。うん、マジ？ありがとうございました。ヨル公演はアリップないんだ。なんかもない。13位チャハーンさん、チャハーンさん、ありがとうございます。12位パイポイさん、ありがとうございます。チャハーンさん、うん、チャハーンやった。パイポイさん、ありがとうございます。11位ひよこさん、ありがとうございます。10位、すんちゃん、ありがとうございます。9位大根さん、ありがとうございます。8位、大きな M さん、ありがとうございます。7位タンベンマンボーティー改めティーマナムさん、ありがとうございます。6位かなたさん、ありがとうございます。5位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。4位はるちゃん、ありがとうございます。3位、レオさん、ありがとうございます。2位まゆかちゃん、ありがとうございます。そして1位やなきさん、ありがとうございます。全部言えたよね。やばい、今日チーク残ってる。全部嬉しい。あ、ほんまや。珍しい、珍しいだっけ、珍しいだっけ。じゃあ先に読む、うん、ということで夜公演もよろしくお願いします。バイバーイ、頑張ります。